ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はピアノをお届けします。今日のレコードはですね、こちらになります。はい、ですね、フランス語なんですけれども、あとは英語ですけれども、危険な関係のブルースですね。危険な関係という映画がありました。それでこのレコードに関してはですね、ですね、話題が満載なんですね。まず、ですね、このレコードレーベル、はですね、チャーリー・パーカー・レコーズと言います。チャーリー・パーカー・レコーズ。もう、チャーリー・パーカーのレコード、チャーリー・パーカーのですね、未発表音源ですね。まあ、そうですね、いろんなところでパーカーが演奏していたものをですね、まあ、ブートレグといえばブートレグですよね。それをレコード化するのを当初は目的で設立されたレコード会社です。そのレコード会社を作ったのはチャーリー・パーカーの未亡人であるドリス・パーカーという人なんですね。それでそのドリス・パーカーが作ったチャーリー・パーカーレコード、そういった未発表音源以外にですね、新録音も、少なからず、したわけです。ですけど数年でこのレコード会社は閉じてしまいますので、全体としてのレコード枚数があるわけではないんですね。それでこのレコードはですね、その新録音一つなんですね。それがまず一つですね。どうしてドリス・パーカーがこのレコードを新規録音として録音したというのが次の話題になるんですけれども、この危険な関係のブルース、危険な関係という映画がありました。ロジェ・バディン監督の、ですね、もう50年代後半から60年代にかけて、いわゆる死刑台のエレベーターとかですね、他にも、やられるとかキャッツを殺せとかですね、そういったフィルムノワール的な映画がありました。そこで使われていた音楽が、シネジャズと言われるジャズ面を使ったバックミュージックですね。その代表的な一枚になるんですが、それがその危険な関係といえばですね、これよりですね、こちらが有名なんですね。まあこちらもこのジャケットの関係で有名なんですけども、この2枚の関係がなかなかその分かりづらいんですね。それでこちらがですね、ここに1960とありますように、バナナがですね、この映画の中にジャズ面が出てくるんですね。このジャズ面がまあ演奏してるシーンがあるんですけども、映画の中でそこでこのデューク・ジョーダン演奏シーンで出てくるんですね。ですけども、このここに映ってるアート・ブレイキーとかですね、こちらで演奏されるリー・モーガンとか映画には出てこないんですね。それでもともと1960年って書いてありますけども、1959年にデューク・ジョーダン、そもそもこの曲の全体をですね、いろんなバリエーションがあるんですけども、この映画のために作った曲は4曲なんですけども、そのいろんなバリエーションがあるんですけども、デューク・ジョーダンが作曲者なんですね。ですけども、このメンバーに差し替えられてしまってるんですね。映画の中での音楽もデューク・ジョーダンピアノ弾いてるのに使われてない、こちらで使われている。他にバルネ・ウランとか、フランスですので、ね、ケニー・ドーハムとか
ですね、それからケニー・クラークとか、映画にも出てくるんですね。それでこのレコードはですね、ハートブレイキー、リー・モーガン、バルネビラン、そういったメンバーなんですけども、これが映画の中で使われているんですけれども、映画にも出ているのにデューク・ジョーダンのクレジットもですね、いわゆる著作権者みたいなもんですね。それから名前クレジット、それから印税もですね、デューク・ジョーダンに支払われなかったという問題が起きました。それで、それをですね、ドリス・パーカーが聞いてですね、もうとんでもないことだということで、デューク・ジョーダンの名誉を復活させるためにですね、録音し直そうといったことで新録音したのがこれなんですね。もともと1959年に録音しているのに使われなかった。それでその3年後、そういった事情で新規に録音したのがこの危険な関係なんですね。当然メンバーは違います。デューク・ジョーダンピアノ、それからテナーサックスはフロニアス・モンクのセッションといいますか、まあメンバーの中にいたチャーリー・ラウズがテナーサックス、からドラムアート・テイラー、あと2人、ベースエディ・カーン、それからソニー・コーン、まあ、ベーシーのところにいた人ですかね。そのメンバーで1962年1月12日に録音し直した、そういったことが書いてある。ドリス・パーカー自身のライナーノーツなんですけれども、ここにその経緯がですね、書かれています。はい。それでこちら7曲になってます。今日お届けする一番メインテーマ、ノープロブレムですね。そのバリエーションが3つあるんですね。通常のものと、それからちょっとラテンチックなものと、それからもう一つあるといった感じですね。それでこちらにあるのはですね、全く同じなんですよ、曲は。ただタイトルが変えられてるんですね。タイトルが変えられてるということなんですね。以前もこちらのレコードを私のチャンネルで紹介しました。聴き比べていただくといいのかもしれません。サックスはバルネビランですね。はい、はい、といったことでいろいろ話題満載のこのレコードなんですけども、これもやはり作者自身のプレイですので非常に伝わってくるものがあります。ぜひ、両方持っているといいのではないでしょうか。はい、ではこの危険な関係、デューク・ジョーダンによるメインテーマのプログラムですね、お届けします。ジャズバイオ。Thank you.